私が受験対策で行ったことは面接や小論文どちらも数をこなすことです先生方に質問をしてとにかく数をこなしていきました皆さんも自分の力だけじゃなく先生方を頼ってレベルアップしていってください東京キャンパスのいいところは私たちが1期生なので先輩たちがいなく自分たちで好きな学校を作れるということです皆さんも私たちと一緒に楽しい学校生活を送りましょう